まあ、PS5 買えるから大丈夫よ。大丈夫。安心しておけば大丈夫。ありがとうございます。同梱の声多いのは多いんですけど、はいはいはい、あの同梱ってさ、そのまあスペシャルパッケージなわけじゃない？でやっぱり1台でも多くこうね PS5 を出荷することが優先だから、うん、話してないわけじゃもちろんないんですけど、まあ1台でも多くあの普通に PS5 が買える状況を作る方がまあ先かなという話を、まあ、変な話だけどしてるので、ゲーマーのために1台でも多く PS5 を出荷してくれって言ってるんで。まあ何かねあのやれたらなとは思って話はしてますけど、まだちょっと何ともごめんなさい言えないので、はい、そうなんですよ。もうゲーマーのためにね、いいんです、一台でも多く PS5 が出荷されてね、みんなが量販店でね、そうそうそう、行ったらすぐ買えるね、別に抽選とかもなく山積みされてて買えるみたいな方がね全然いいと思うんで、全然ですね、企画というかね、お話はもちろんしてるんですけど、あの先にそっちじゃないかなっていう、うんうん、話をさせてもらっちゃってます。はいはい、あとなんかあれみたいよ、特殊ハードなんで今回 PS5 って、はあ、全面をなんか塗装ってできないみたいよ、仕様的に、ね、あの なんていうの印刷できないというか、はあ、そうそう、あの特殊すぎて、うん、なんかカバーだけみたいな話はあるけど、なるほどなるほど、詳細決まったらね、そうですね、そちらの方も、うん、ご期待ください。はい、予約中ですのでぜひご検討いただければと思います。そして必ず話が出てくる、うん、いや PS5 がっていうのなんですけど、ね、ちょっと僕から一個改めて、お知らせをしておきたいと思います、はい、どうぞ、僕のインタビューではもちろんないんですが、うん、こちらですね、日本 SIE の、はい、スーパーお偉い人たちから、ね、はい、力強いコメントが出ております。私ね、ほら前回のテスト放送で、はい、安心しておけと言ってました、ね、それ以上は言えんって言ってましたけどちゃんと、出ておりますので、はい、これをぜひですね読んでいただいてです、ね、うん、私もずっと SIE の皆さんとお話ししております、変えます、変えるようになりますですので、はい、まあ、山積みに、ね、なってく日っていうのが、まあ、年明けてからにはなっていきますけど、うん、見えてきますので、おぜひですね、PS5 本体と一緒に、ファイナルファンタジー10をお楽しみいただけたらなと思いますので、まあ、ぜひねこのあたりの、リンクニュースだったり出てますんで、はい、ぜひ広めていただけるとありがたいな、なかなかちょっと広まってないなという感じだったので、うん、ちょっと僕からはい、そうです、この2つの記事に、うん、飛んでいただくとですね、その超絶偉い方からの力強い宣言が書いてありますので、うん、はい、ご覧いただければと思います。はい、お願いします、よろしく、はい、いやというわけですいません、はい、ファイナルファンタジー14のコミュニティプロデューサーの室内さんすいません、お時間いただきましてありがとうございました。いえいえ、とんでもございません、はい、